はい、ガルム法やっていきたいと思います。お隣だはい、ですね、今回は、あ、そうか、なんかいろいろ出てるね。出てるねって展示会だけだったわ。はい、いいんじゃない？すぐいいけど、なんだその。ちょっとゆうたちゃん面白い。ってって表情。オースペのゲーム、ホタルちゃんとやろうと。あれ気づいてない？なんだろう。服がちょっと軽すぎたな。もっとなんか戦隊もの感のある服にしてあげた方が良かったなって。ちょっと後悔。この辺全然ないんだね。その入荷をちょっと怠りすぎだよね、私ね。ちょっと始まって早々ですが、入荷をいろいろしようと思います。前もってやっとけたなしだよね。ちょっと、じゃあ入荷します。はい、入荷してたんですけど、ちょっと思い出しちゃって私、もうすぐヘルがそういえば入るじゃんっていう。ヘルが入るのにそんな買っちゃダメだよねっていう。ちょっとお金がだから、ただただお金がなくなったっていうね。あ、サンゴはね、着替えた方がいいね。良くも悪くもっていう、ありがとうね。ちょうどお金使っちゃって本当にさ、ヘルが来んのにやばいって今嘆いてたとこだから、ありがたいわ。一年中心は4月って平和ね。なんかよし、そうね、ちょっとしじみちゃんやってあげたいけど、ちょっとマネキンを先にやります。今回はじゃあクールでいきましょうかね。クールアイテム多いんでね、たまには使っていかないと。なんかさっき割とお任せみたいな入荷のやつあるじゃん。あれでボンボン入れたから、なんか割とね、予期せぬものも入ったりするんだよね。なのでそういうのをちょっと消化していけたらなっていう。え、これ可愛くない？普通に私割と好みよ。あ、めっちゃなんかかっこよくない？あ、よきよき、かっこいいかっこいい。足がね、これはちょっと裏がね、青いのがちょっとダメだよね。これかな。そうだね。バッグちょっとクールなのがいいね。これ全然クールじゃない。いや、ないな。ごめんなさい。ヒョウ柄はないわ。まだ早い。気持ち早いよね。え、かわいい。あ、ちょっと待って、靴だけダメ、色がダメだわ。なんかいっか。はい、ボディカラーはいいです。はい、さしじみちゃん、どうしたまた来て、私のこと覚えてる？バッタね、陽介くんでかっ右足をかばいながら歩いてるみたいで、どうしたんですか？あ、これちょっとね、参道で足を滑らしちゃって大変でしたね。そんなに心配しないで。まんましてないんだけどね。大したことはないんだから。ただ医者の OK が出るまでは昆虫採集もお休みなんだけどね。でも問題なのはそこじゃなくて、むしろ服のことなんだ。手が治るまで館内の仕事を手伝うことになったんだけど、どんな服を着て仕事に行けばいいのかよくわからなくて。大丈夫か、社会人やっぱり山歩きと同じような服装じゃまずいだろうしね。
一応内勤のみんながどんな格好してるか見てきたんだ。そしたら先輩たちも新人の子みんなスカートだった。なんかいかにも女の子っぽい。フェミニンとか、じゃあフェニニンって書いてる。フェニニンお寿司の横についてるあれ、甘酸っぱくてピンク色のガーリーとフェミニンね。そらガーリーとフェミニンや。それだ。でも大した違いじゃないね。大した違いだよ。なるほどね。まあガーリーかフェミニンだもんな。どうしよっか。彼女なんかミニスカートってタイプではないと思うのよ。わあすごい、まあ、かわいいけどね。あーでも8000円しか持ってないの、信じらんない。1万円持ってきてくれよ。はい、いやダメでしょ、うん、上の服がダメだよ、全然ダメ、うん、こんなのだよ、みんなこんなスカート履いてた。これデスクワークもうまくやれそうでありがとう。買わないのね、上の服。あ、うん。そういった昆虫について面白い話がある。スズメバチになりすまして敵を怖がらせる虫なんてのがいて、そういう虫はアブとかガの仲間に多いんだけど、特に、このお客さんの話結構なくなりそうですけど、どうしましょうか。私は休養が。ごめんね、陽介くん。変ちゃん、用があるって言うんだから仕方ないじゃない。そうなんですか、でも仕事の方が。いいじゃん、いいじゃん。仕事は店長が戻ってからで。最後だから私の話を聞きなよ。本当に面白いんだから。ごめんね、陽介くん。なんかお菓子とかあげるね、後で。ね、ひどいですよ。あんまりですよ、店長。自分だけ逃げ出しておいて、見送る時だけ持ってくるなんて。こっちはあれから延々と虫話を聞かされ大変でした。あのお客さん、本当に虫が大好きで話し出すと止まらないみたいで。話の中身も専門的で難しくて辛かった。このお客さん、職場でもの調子で昆虫話をしたりしないでしょうね。博物館の人たちのことがなんだか心配になってきました。まあね、自分の職場にあの人いたら無理だよね。絶対耐えられない自信がある。うん。まあでもなんだろう。ねえ。私ちょっと、自分が経営者だったら、バイトの子にお菓子あげたい。ねえ、めっちゃあげたい。何？水色ね。はい。うわ、こんだけしかない。これでしょ。アイテムやっぱ可愛いよな。うん。しかもさ、安いよね、このロングのやつ。ロングのやつっていう。まあ良かったんじゃない？ただ帽子がちょっと似合ってないかな、うん、あら、オギのいる、オギ。あー待って、何沙織買うこれ。ね、沙織ってさ、めっちゃ服買ってくれるよね。なんか半端ないと思う。
え、めっちゃいいよサオリエ。うん、よし、サオリでよかった、来てくれたのがなんかすごい似合ってる。うん、どうしよう、クール売れたしな、次何にしよう、ガーリー、そうだよね、ガーリーかフェミニンだよね、じゃあフェミニンにしよっか。うん、さっきさ、ほら、虫虫の子に使おうとしたスカート、これ可愛かったから、これをじゃあ売りましょう。何が合うんだろう、普通にこういうのの方が合いそうよね。これでどう、なんか落ち着いた女って感じ。中がでも難しいな、これだと。あ、でもこれでよくない？ OK、 足元はもう普通に、え、かわいいアイテムとして普通に可愛い。時計つけて、バッグも一応持ちましょう。で、できるだけ高いの売っていきたいもんね。うん、あ、帽子ダメ、ダサい。よし、これで OK。なんかあれだよね、そろそろなんか、お、今呼びに行こうと思ったところです。表に迎えの車が来ています。 OK、 行きましょう。これで飛行場まで来てほしいそうです。すぐに出発しないとなんですけど。え、何、どうした、リムジンにふさわしい服ってほどかしこまらなくていいんですけど、自分らしくきちんとした格好で行きたいんです。ロックか、ちょっと待ってよ、ロックでピンクは、いや、入荷したのよ、ちょっとだけ。これだね、やっぱこれだねって感じだよね。これで、だって桜野さん自分らしさを出したいって言うから、やっぱり、あ、これじゃない。あ、でも、うん、まあそうだね。あ、スカートがない、いやなにこれ大丈夫、こっちにしとく、こっちの方がいいか、そうだね。ってなると、ここがだから、あ、これだとなんかさ、もう一つの、なんていうの、スカートまでで一つのアイテムっぽくなるじゃん。これでいいんじゃない。ちょっとでも露出しちゃうな、後ろ。大丈夫か、しかももう4万円なんだけど。え、何が高いのそんなに。あ、全体的に高いんだ。裸足でいける、桜野さん無理ダメだよね、そうだよね。え、どうしよう、絶対これがいいんだよな、でも上は。ってなるとさ、ピンクにこだわるのやめるか、ね、いやでもそこは貫き通したいよね、やっぱり。いや、意味がわからないな、この服装は。めっちゃギリギリこれで、うわー、ダサい。あ、ステージ衣装じゃないから、こっちにすると4万2000いっちゃうもんね。あ、待って、鼻つけるの忘れた、わー
終わった。もうなんかダサい上に花もつけ忘れて、もうゲームオーバーって感じ。ごめんね桜野さん、花つけるの忘れて。いや、いけますよ、私はいけますけど。はい、わあ悔しい。てれててってってんじゃないわよ。まあいいでしょ、いいってことにしましょう。すごい、そんなさ、だってパスポート持ってたの常に、大丈夫？あ、すごい。釈野さん、厚着すぎない？大丈夫？サンさんの洋服も素敵です。店長さんのセンサーなかなかのものだわ。お腹も空いたことでシーフードでも食べましょうか。海辺のレストランを貸し切ったの。すがスワンさん、ビップって感じです。すごいわね、ほんとちょっと面白い。おしゃれなレストランですね。ちょっと緊張します。海を見ながら食事するなんて初めてですし、牛を見ながらご飯を食べるのはしょっちゅうでしょう。そっちの方がないな。海と牛では大違いです。そういえばあなたお土産に牛の置物をくれたわね。うちが牧場なんです。本当、実は私もよ。うちは祖父の代から牧場をやってるの。そうだったんだ。知ってます、雑誌の記事で見ました。スワンさんも私と同じだって嬉しくなって、それでスワンさんの歌をよく聞くようになったんです。そうだったの。牧場で育ったスワンさんが大スターになるなんて、まさにドリームです。今では世界の歌姫なんですから。そんなことないわ、私は今でもカントリーガールよ。カントリーガールよっていいな。本当はあなたと同じ。スワンさんが？そうよ、でも誰もこんなことに、誰にもこんなこと言えないから、いつも自分に言い聞かしてるの、堂々としなきゃって。自信を持って心を込めて歌う、それがプロのシンガーなんだから。自信を持って心を込めて、シンガーだけじゃないわ、プロなら当たり前の心がけよ。失敗するんじゃないかってすごく緊張してるの。あなたってそうでしょ、あまり意識したことは。そうだとしたら無意識にできてるのね、羨ましい才能だわ。まあね、話をしたのは初めてよ、あなたたちって不思議ね。店長さん、何でもそんなに不思議な人です。あなたもよやよい、人の心を素直にさせる何かを持ってるわ。そんなでも嬉しいです。もーちゃんとももーちゃんのおかげかもしれませんね。牛ですけど。明日この浜辺でダンスパーティーがあるんですって。おしゃれして参加しない？ドレスのコーディネートお願いするわ。あらあらあら、私のセンス、私のセンス、私のセンスだって。え？どうしよう。彼女は黒だと思うの。これじゃない？絶対これ。うん。あ、でも私これ着たいな。あ、こっちにしなよ。ね、金ピカでいいと思うよ。で、足元は、せっかくなら、全身金ピカでもいいんじゃないかなって。うわ、すごい、高いね、あんた。さすがだよ、うん。すごい、176,400円。やば。なんかもう、さすがすぎて何も言えないよね。もうこれ嫌味だよね、ここまで行ったら。なんかじゃあこれで、うーん、そうね、耳元もちょっと派手めに行った方がいいんじゃない？はっ、これあるんだ。うわー、これつけたら台無しだね。そうね、じゃあこれで。
似合ってらっしゃるわ、さすがに。パーフェクトだわ。まあね、素敵です。すごい似合ってます。どうしたんですか？私だけじゃつまらないわ。あたちも着替えるべきよ。パーティー用の衣装なんて私持ってきてないです。心配ないわ。私気に入ったアイテムは何着か買っておくことにしてるの。やだやだ、ちょっと待ってよ。え、だったら黒にすればよかった。うわー、死んだこういうこと。お揃いなんて私は嬉しくないです。出かけましょう。うわー、この辺のイベントは昔の動画見て復習しとくべきだったわ。だってこんなことになると思わなかったもん。絶句ね、ゆうたちゃん、ちょっとどうしたの？なんか、え？大丈夫？なんか疲れてる？え、絶対ゆうたちゃん疲れてたよね、今なんか。うーんって。不安だわ。まあ、気持ちはわかるけどね。何、正午お久しぶり。何お久しぶりって。数日やってなかったからかな。そういうこと？よし。あ、まあヘアスタイルだよね。そうだよね。うん、さてさて、とりあえず一旦ちょっと展示会で。ヘルがあってまだ来ないのかな。スカート問題まだ解決してないからさ、全然私の欲しいスカート入荷じゃないわ、並んでないっていうね。間違えた、ごめんなさい。アズーさん見なきゃ話にならないね。やっぱ違うわ。うん、なんか青か紫しか売ってないんだよね。そんだけしか色なかったっけ。いや、黒あったと思うんだよな。はい、誰か来るかな。ビアンカユリエ、なるほど。あ、店長さん、店長さん、聞いてください。映画のオーディション合格しました。オーディションの時のパンツすごく好評だったんです。ヒロインのイメージにぴったりだって合格したのは店長さんのおかげです。映画撮影頑張ります。頑張れ。頑張れ、頑張れ。よし。任天プロとか言っとく？お金ちょうだい。うん。やっと。どうもありがとう。ノリで来ただけだったんだけどね。あ、そうだ、リフォームショップ見とこう。やっぱ見なかったことにしよう。うん、何か困りごとですか？そのことで、実はですね、もうすぐ母の誕生日なので、姉からメッセージでプレゼントを用意しておくように言われまして、それで古いタワーラックをきれいに修理して送ろうかと思ったんですが、2種類あるのでどちらにするか迷ってるんです。シンプルなタワーラックにするか、おしゃれなタワーラックにするか。シンプル、やっぱね、使いやすさって大事よ。うん、ちょっとまずショップ用ですね。インテリアセットをちょっと一個買おうか。今うちってこれだよね。これ買おうか。あれ、間違えた、私。あ、間違えたかもしれない。まあいいや。とりあえずあれを買っといて、
あとそうだね、どこ行っとく？カフェとか？誰もいなかった。違うのよ。メイクサロンとかそういえば行ってないね。やっぱさ、なんかあれで、後半になってくるとさ、まあイベントが少なくなるからさ、こういうとこにもよく顔を出しやすくなるけど、現状はなかなかよね。ゆりえちゃんはそのままでいいんじゃない？まあ、キラリか。見て、キラリの服。もう絶望だよね。まあ、じゃあしょうがないから月島キラリっぽくするね。これアイドルって言ってるもん。ちやほやされたいのか。女性的な髪型がいいです。だから坊主はやめてくださいってことね。任された、わお。なんかね、ガルモ4のこの髪型さ、どんどん自動的に増えていくの本当に助かるよね。ありがたい、ありがたい。え、何、女性的？これ？え、月島キラリってどんな髪型だった？大丈夫よ、みんなあのキラリレボリューションわかるかな。ヘイシリー、はい、月島キラリ。もう危ないよ、あの月島キラリって言ったらなんか場所言ってきた上にもうほんと近所のさ住所言い出したからさ、焦ったよね。さすがにねえ、動画でそんなね、もういいやこれで、はい。彼女さ、髪の毛ピンクだからダメなんじゃないの？ちょっと思ったね。あ、かわいいこの色。彼女ね、だって顔自体は可愛いもんね。服がダサいだけでね。もうますます服がダメ。ちやほやっていうか、え、服買えないよってすごい言われると思う。絶対言われるからね。強く生きな。喜んでらっしゃるわ。あ、次です。あれだね、ランクも30になるんだね。早いね。もう夕方だ、早いね。大丈夫？なんか店にいてさ、誰かお客さん来ちゃうパターンが私一番困るんだよね。来なさそうかな。ちょっとね、次回までにお店の中身をちょっと変えれたらなと思って。なんかちょっと内装にも飽きてきたしね。あれ、沙織、それまとめて買ったのにやっぱ気に入らなかった？ごめんね。ゆりえはずっといるのよね。よし、ということで今回はこれでじゃあ終わろうかなと思います。夜になりました。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。